ジョセフ・エイチ、ジョー、サイモン、父は、ハリーで、貧困な、ユダヤ系の家庭でしたてやである。1930年代から40年代にかけての、アメリカンコミックスの黄金時代に、多くのキャラクターを創造し、後のマーベルコミックの前身である、タイムリーコミックスの初代編集者を務めた。パートナーで、アーティストのジャック・カービィと共に、今日も活躍する、スーパーヒーローの一人である。 キャプテンアメリカを生み出した。2000年代、サイモンは彼の昔のコミック誌のカバーの再発行版に塗装し、売り出すために復帰した。2007年にキャプテンアメリカボリューム5第25号でキャプテンアメリカの死が描かれた際、サイモンはニュースメディアに現れ、彼が言ってしまったなんてひどいことです。私たちには今こそ本当に彼が必要なんですと述べた。 2011年12月14日死去98歳ボーツジョーサイモンエークレアトールオブキャプテンアメリカイズデッドアット98ニータイムズ2011年12月16日閲覧ありがとう